い、どうもポンチです。今日は初心者の方も上級者の方も知っておくべき強烈トリックです。お楽しみください。実演、赤と青どっちがいいですか？青、じゃあ青持っててください。変えてもいいですけど。あ、変える？じゃあ赤持っててください。まあ、どっちでもいいですけどね、後で使います。トランプ52枚ありますね。ちなみに、まあ、1から52の間で、まあ、お好きな数字を1つおっしゃってください。まあ、19でいいですか？まあ、それだけね、忘れないようにしててください。でもう一方にお手伝いいただきます。カードは混ぜておきます。混ぜます。では、まあ、どこでも構いませんので、お好きなタイミングでストップと言ってください。ストップ、ここでいいですか？自由にストップと言いました。最初に決めた数字は何でしたっけ？19。じゃあそちら開けてください。そして19枚配っていってください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19枚。自由な数字を言ってもらいました。この2枚が一致します。相性バッチシ。はい、では解説していきます。過去に別アイデアで同じ現象を解説しております。そちらも非常に名作トリックの一つですので、見てないよって方は下をご覧ください。お客様にまず好きな数字を言ってもらいます。お客様に好きな数字を言ってもらいます。そして自由に選んだカードがその枚数目のカードと一致するという現象です。まずカードを2つ用意してください。2組ともセットが必要になります。セットはそうです、2つとも全く同じ状態に並べておきます。このようにすることで、好きな数字を言われたとして、こちらを見ればもう片方のデッキも何のカードであるか分かるというものです。ただ、例えばお客様が30枚と言った時に30枚数えるのはあまりにも大変ですので、ガイドとなるカードをセットしておきます。ガイドカードは今回スペードのエース、そしてスペードの2、スペードの3、スペードの4、スペードの5となっております。これらのカードは10枚目、20枚目、30枚目、40枚目、50枚目にあります。なので、お客様が21と言ったら20枚目のガイドの隣を見ればいいだけです。25だとしたら20枚目か30枚目、どちらからでも構いませんが、5枚数えて5枚目のカードを見るだけです。ちょっと大変だなという方は5枚置きにさらにガイドカードをセットしてもいいと思います。少なすぎる数字だとちょっと微妙な感じになりますし、多すぎると面倒ですので、ある程度中心部に絞った方がいいかとは思います。こちらのカードも全く同じような状態になっております。セットしたカードをカードケースの中にしまっておきます。そして赤はどっちがいいですかと聞きます。ここは別にマジシャンズチョイスでも何でもなく、お好きな方を取ってもらいます。お好みの演出を行ってください。そしたら選ばれなかった方のカードを広げます。ここで気の利いたお話をしながら、お客様に好きな数字を言ってもらいます。トランプは52枚の数字があります。52枚の数字でお好きな数字を言ってくださいと言います。あまりにも極端な数字を入れたら、もうちょっと小さな数字でと、このようにフォローを入れればいいと思います。今回、例えばお客様が13と言ったとします。そしたら演者はデックを見て10枚目のガイドカードを見ます。そして 1、2、3、 ハートのジャックと分かります。こちらのデックの13枚目はハートのジャックです。あとはハートのジャックをお好みの方法でフォースすればいいだけです。今回は上の方ですので、ランしてトップにコントロールしてもいいですし、このようにスプレッドを閉じながら13枚目のところでカットして、ハートのジャックがトップに来るようにします。一度閉じて広げてカル等でコントロールしても構いません。そしたら、あとは初心者の方でしたら、このようにクリスクロスカットフォースだったり、カットディーパーフォース等を行ってフォースすればいいです。実演でやったものは下の動画を参考にしていただければと思いますが、カットしてブレイクを保っておきます。そしてタイミングフォースですね。お客様のストップというタイミングに合わせてこのように置きます。ハートのジャックをフォースしました。ハートのジャックをトップにコントロールした後に何度かシャッフルしてあげると、よりフェアに見えるかと思います。そしたら、あとはお客様にこぼされないようにデックを開けてもらい、13枚配ってもらいます。表向きに配ってもらうとバラバラであることがわかります。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、そして13枚目、こちらのカードがハートのジャック、そしてあなたが自由にストップといったところもハートのジャック、奇跡的な一致をするという現象でございます。初心者の方でもできるような優しいトリックにもかかわらず、めちゃくちゃ不思議で非常にウケるタイプのトリックです。トーク力や演出が肝になってきますが、ぜひやってみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか？キャバクラ等でやるにはちょっとしつこいマジックですので、場所をお選びください。毎日8時にプロがマジックのレクチャーしてます。こちらからチャンネル登録、その他の動画を見ていってください。というわけで、また明日お会いしましょう。バイバイ。